皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。週末に行われた各国リーグ戦、日本人選手が躍動しているね。この後は代表戦があることを考えると直前なわけですから、調子が良いのは頼もしいことですね。今週は国際 A マッチデーということで、アジアでもワールドカップ3次予選が開幕。日本はホームに中国を迎えて開幕するわけだけど、注目したいのはやはり代表復帰した伊東純也。敬意が敬意だけにもどかしい気持ちもありましたけど、やっと見れますね。代表から離脱した後もクラブでプレーし、リーグアンではトップクラスの選手という評価を受けていたわけだし、戻ってきてくれるならこれまでの実績も含めてこれほど心強い選手はいないよね。その伊東純也、週末に行われたリーグアン第3節で今季初ゴールを記録。素晴らしいですね。最高の形で弾みをつけての代表戦。今季ここまでまだ勝利がなかったスタッドランスは第3節でレンヌと対戦。ホームにもかかわらず先制されるという苦しい展開の中で流れを変えたのはやはり伊東純也。セットプレイのキッカーなども務め、いくつかチャンスも作ると前半41分に待望の初ゴール。右サイドから伊東のクロスのこぼれ球が左サイドに流れると伊東は中へ。中村敬斗がフォファナへスルーパスを送り、敵陣深く切り込んだところから中央にクロスを送るとそこには伊東純也。きっちりヘディングで決めて伊東純也の今季初ゴールとともに前半のうちに追いつく貴重なゴール。その勢いのまま後半3分に勝ち越し。こちらでも伊東はチャンスメイクでゴールに絡む活躍。後半36分には中村敬斗とともに途中交代となったものの、そのまま今季初勝利も収める形になった。勝利に貢献した伊東純也には現地メディアも高い採点を与えており、この日本人はヘディングを完璧に調整し、相手ゴールキーパーステーブ・マンダンダを欺いた。ゴールを決め、チームの2点目にも絡んだ。伊東純也は日曜日のレンヌ戦でランスを勝利に導いた。と勝利の立役者としてチーム内で最高評価の採点を獲得している。代表戦を前にクラブも勝利、自身もゴールと最高ですね。欲を言えば中村敬斗にもゴールが欲しかったですが、チームが勝てたことも大きいよね。今季から就任したエルスネル監督も、伊東純也について開幕前から。伊東のような経験のある、そしてクリエイティブなプレーをする選手を使うことで、若い選手が彼らを真似て、どんどんレベルを上げていく。特に敬斗は伊東にとても導かれていると思う。と若手の多いチームを引っ張る役割も担うことを期待され、攻撃のキーになる選手、ゲームの動きへの鍵になる、新しいシーズンで良い結果を出してくれることに確信を持っている。と中村敬斗とともに日本人選手の両翼には大きな期待を寄せていた。代表でもそうですが、そういう立ち位置の選手ですよね。それだけに今節の活躍を喜び、またこの後の代表活動についても、難しい数ヶ月を乗り越え、彼が再び日本代表に戻れることを本当に嬉しく思う。非常に調子が良く、存在感を見せている。とエールを送るとともに伊東純也の今のコンディションに太鼓判を押している。本当に今週の中国戦を見るのが楽しみになってきました。森保監督が伊東純也の代表復帰を踏み切った大きな理由というのも、まずは彼が落ち着いて日本代表としてサッカーに向き合ってプレーができるかということを挙げており、その懸念が払拭されたと判断したのは、彼がスタッドランスの選手としてジャパンツアーでプレーしていた時に、メディアの皆さんやファンの皆さんが彼を温かく見守ってくれる環境があることを見て、私自身も彼も落ち着いてチームとして活動できると判断した。としたようにクラブでの活動が継続的だったこともある。スタッドランスが日本ツアーをしてくれたおかげでもありますし、こういった騒動であっても推定無罪を貫いてこれまで通り起用してくれた方針も大きかったですね。この騒動が勃発した際、スタッドランスの海洋会長も、伊東とは話をした。私は推定無罪にこだわっている。彼は何も間違ったことはしていないと主張しており、私には彼を信じない理由がない。と早々に表明。もちろん戦力として高く評価してるからだろうけど、ここでクラブからも干されていたら伊東純也の選手生命すら危うかった。今回の件に深く言及したくはないですが、代表選手をはじめ有名人、アスリートは少しでも行動を慎んでほしいですね。それとともに、言ったもん勝ちみたいになってしまう告発に対しての法的な抑止力があれば良いけど、これはまた別の話かな。ともあれ好調をキープしたまま伊東はこの後代表に合流することになる。三笘、伊東の両翼が実現するかどうか本当に楽しみです。中村敬斗も堂安もいるし、ぐっと層が厚くなりました。その層の厚さを感じさせる活躍が週末のスコットランドでも、早くも実現したセルティックとレンジャーズのオールドファームダービー。この序盤で早くも今季を占う直接対決ですね。
ホームのセルティックは是が非でも勝利したいこの一戦で日本人選手が躍動。先制ゴールを挙げた前田、追加点を決めた古橋、攻守に貢献した旗手と3対0の大勝に貢献。レンジャーズサポーターはもう日本人の顔も見たくないでしょうねわら。今週の代表戦に招集されている前田には、尽きることのないエネルギーと動き、先制点を挙げ、ジェームズ・タベルニエを常に悩ませた。今夜寝る時には彼を見ることになるだろう。と前田が夢に出てくるほどの脅威になっていたと評価。同じく代表招集となった旗手にも、この日本人選手は前半、中盤で多くのスペースを見つけ、技を駆使した。ボックス内でチャンスを狙って得点すべきだったが、バーを越えてしまった。試合が進むにつれて少し勢いがなくなり、マッコーアンと交代となった。とまずまずの評価を、そして代表招集から漏れたものの、セルキックの得点源である古橋は、彼の捉えどころのない動きはレンジャーズのセンターバックにとって対応の難しい存在だった。と前田と並んでチーム内で最高の採点評価を受けている。古橋も代表招集はされてませんがヨーロッパで活躍できる実力があることは何シーズンも証明してますもんね。それでも代表に定着に至らないのが日本代表の層の厚さを証明してるとも言えますけど。このオールドファームダービーで今季初ゴールを決めた古橋には、なぜ古橋が代表に招集されないのか。日本代表に不思議と縁がない選手がいる。今だと古橋亮吾、昔だと佐藤久人とか。途中出場でも役に立つと思う。10分あれば奇跡起こせる。個人的に好きだから代表で見たいんだけど。など SNS などで反応が見られたものの戦術もあるし11人でやるものだからね。これまでノーチャンスではなかったわけでそこで結果を出せなかったのは痛い。ただこれから先もチャンスはありそうですし。今季初ゴールはおめでたい。前田も今季は好調ですね。ゴールキーパーの位置を見極めて狙いすました素晴らしいミドルだった今季初ゴール。古橋はこれについて。ゴールキーパーは見えなかった。お、シュートを打てる。シュート、ゴールだ。ええー。とコミカルに喜びを語り、それ以外にも多くのチャンスがあったことからロジャーズ監督は、この試合でハイレベルなパフォーマンスを見せるために、彼は自信と勇気を持ってプレーした。おそらく彼は、ハットトリックを達成できなくてがっかりしているだろう。とオフサイドを取られて認められなかったゴールも含めて言及。古橋のプレーにも、あれは本当にうまく機能したゴールだ。レンジャーズのプレッシャーに対して、我々がどのようにプレーし、どのように崩し、得点したかを表していた。あの場面のオフサイドラインを見ることは興味深いものになるだろう。しかし、彼はとても良かった。と絶賛。開幕前から古橋のプレー、献身的な姿勢や練習の取り組み方から周囲に与える好影響にも言及してたように、セルティックでは今後も欠かせない戦力として活躍するんじゃないかな。それが代表につながるかどうかはまた別の話ですもんね。頑張ってほしいです。今週には欧州で活躍する多くの選手が日本代表としてもプレーする。そこでどんな活躍を見せてくれるか本当に楽しみだね。当チャンネルはゆっくり解説の他にも小ネタやネット反応集もやってます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。